ケヤキザカ46のロゴひらがなケヤキのロゴ桜坂四十六46のライブパフォーマンスの一覧では日本の女性アイドルグループ桜坂四十六46がなガケヤキのライブパフォーマンスの一覧について記述する。ケヤキザカ46は2015年8月に結成されてから2021年10月現在まで4度のコンサートツアーを実施しいくつかの音楽フェスティバル ライブイベント、テレビ番組においてパフォーマンスを行っている。初めてテレビ番組でパフォーマンスを行ったのは2015年12月16日に放送された 2015FNS 歌謡祭ザライブ姉妹グループである乃木坂46の制服のマネキンを披露した。また、初めてライブでパフォーマンスしたのは同曲を披露した2016年1月30日の 日本放送ライブエキスポ東京2016オールライブ日本ボリューム4初めて持ち歌をパフォーマンスしたのはデビュー曲サイレントマジョリティを披露した同年3月11日の CDTV スペシャルフェスグループ初の単独公演は同年3月17日のケヤキザカ46世中継デビューカウントダウンライブである2016年4月 サイレントマジョリティでメジャーデビュー後、ガールシワード2016オータム、ウィンターや東京アイドルフェスティバル2016カウントダウンジャパン16、17といったイベント、音楽フェスに出演。同年12月には単独公演、ケヤキザカ46ワンマンライブを行い、大晦日には第67回 NHK 紅白歌合戦に初出場して、 サイレントマジョリティをパフォーマンスしている。2017年、ひらがなけやきが、ひらがな全国ツアー2017をはじめ、デビュー1周年記念日となる同年4月6日には、けやき坂46デビュー1周年記念ライブを行った。同年7月、ファーストアルバム、真っ白なものは汚したくなるをリリース。 同年8月には、同アルバム収録楽曲を中心として構成された、アリーナツアー、ケヤキザカ46全国ツアー2017、真っ白なものは汚したくなるを実施した。さらに音楽フェス、ロックインジャパンフェス、2017、サマソニー2017、カウントダウンジャパン17、18にも出演している。大晦日には、 第68回 NHK 紅白歌合戦に2年連続2度目の出場をし、不協和音をパフォーマンスした。ありがとうございます。